コントローラーエーリアネットワークは、ビークルバス規格の一種で、ホストコンピュータなしで、マイクロコントローラーやデバイスが、相互に通信できるように設計されている。タイノイズ性の強化が考慮された、剣道な規格である。メッセージベースのプロトコルであり、もともとは、自動車内部の多重化電気配線用に設計されたものだが、機器の制御情報の転送用として普及しており、輸送用機械、 工場、工作機械などのロボット分野においても利用されている。自動車においては、速度、エンジンの回転数、ブレーキの状態、故障診断の情報などの転送に使用されている。データ転送速度は、40メートルの通信度においては、最高で1メガ BPS 程度、五百メートルの通信度においては最高で二十五キロ BPS 程度。実際の運用においては、 速いもので 500kbps、遅いもので 83.3kbps となっている。通信速度が上がるほど接続できる機器の数が減るので、高級車などでは速度の異なる複数の通信路を持つ。なお、デジタルコンテンツなど大量データの転送には、MOST、または IDB-1394、車載イーサネットを用いる。パワーウィンドウなど、 転送速度をそれほど要求されないシステムにおいては、ローカルインターコネクトネットワークと呼ばれる、ネットワーク通信を用いるのが一般的となっている。また、エアバッグやシートベルトなどの乗員保護装置。双方の線にいくらかの電圧が加わっても、電圧の差には大きな変化がないので、ノイズに強いという性質がある。また、低速キャンの場合、 仮に通信線2本のうちの1本が途切れた場合でも、タイノイズ性は下がるが、通信は可能である。ISO11898 からには、高速 CAN とも呼ばれ、両端が 120Ω の抵抗で終端された、リニアバスを使用する。ISO11898 からに、高速 CAN ネットワークドミナントを送信するときには、CAN、ハイワイヤオゴブの方に、 ローワイヤーを0ボルトの型に駆動し、リセッシブを送信するときは、どちらの通信線も駆動しない。ドミナントの作動電圧は、交渉2ボルトである。終端抵抗は2本の通信線を自動的に0、ボルトの交渉作動電圧に戻す。ドミナントのコモンモード電圧は、コモンの1.5から 3.5V の間でなければならず、リセッシブのコモンモード電圧は、コモンの12である。 ISO11898 から2、高速キャンのシグナリング ISO11898 から3は、低速キャン、または、フォールトトレラントキャンとも呼ばれ、リニアバス、スターバス、または、リニアバスで接続された複数のスターバスを使用し、各濃度が、全体集団抵抗の一部で集団される。全体集団抵抗は100オーム程度でなければならない。 ISO11898 から3低速ホールドトレラントキャンネットワーク ISO11898 から3のシグナリングはドミナントを送信するときにキャンハイワイヤーを 5V の方にキャンローワイヤーを 0V の方に駆動しリセッシブを送信するときはどちらの通信線も駆動しないドミナントの作動電圧は 2.3V より大きくなければならず リセッシブの作動電圧は0 6ト未満でなければならない。終端抵抗は CAN のローワイヤーを RTH に CAN、ハイワイヤーを RTL に受動的に戻す。どちらのワイヤーも -27 から4 0トを損傷することなく処理できなければならない。ISO11898 から3低速 CAN のシグナリング高速低速両方の CAN で CAN ワイヤーが 能動的に駆動されているため、リセッシブからドミナントへの繊維が発生すると繊維の速度が速くなる。ドミナントからリセッシブへの繊維の速度は主に CAN ネットワークの長さと使用する通信線の容量に依存する。高速 CAN は一つのバスが使用環境の端から端まで走る自動車や産業用アプリケーションでよく使用される。低速 CAN は ノードのグループを一緒に接続する必要がある場合によく使用される。ISO 仕様ではバスを最小コモンモードバス電圧内に維持する必要があるがこの範囲内でバスを保持する方法は定義していない。キャンバスは終端される必要がある。終端抵抗は反射を抑制しバスをレセッシブまたはアイドル状態に戻すために必要である。高速キャンは リニアバスの両端で120オームの抵抗を使用する。低速キャンは格濃度で抵抗を使用する。ISO11783 に定義されている、終端バイアスカイロのような他のタイプの終端が使用される場合もある。終端バイアスカイロは4000式ケーブル状のキャン、シグナリングに加えて電力と設置を提供する。これにより、格、 バスセグメントの両端で自動バイアスと終端が自動的に行われる。ISO11783 ネットワークはホットプラグインとバスセグメントと AQ の取り外し用に設計されている。キャンのノード各ノードには以下のものが必要である。各ノードはメッセージを送受信できるが複数のノードが同時に送信することはできない。メッセージまたはフレームは 主にメッセージの優先度を表す ID と最大8バイトのデータセクションで構成される。CRC、確認応答スロットその他のオーバーヘッドもメッセージの一部である。改良された CAN FD ではデータセクションの長さをフレームあたり最大64バイトまで拡張している。このメッセージは NRZ フォーマットを使用してシリアルにバスに送信され、 すべての濃度によって受信される。CAN ネットワークに接続されるデバイスは、センサー、アクチュエータ、その他の制御デバイスである。これらのデバイスは、ホストプロセッサー、CAN ンコントローラー、CAN トランシーバーを介して、バスに接続されている。CAN データ伝送では、競合解消に無損失ビット単位、アービトレーション方式が採用されている。この方式では、 キャンネットワーク上のすべてのビットを同時にサンプリングするためにキャンネットワーク上のすべてのノードを同期させる必要がある。これがキャン同期と呼ばれる理由である。ただし、同期という用語はデータが非同期フォーマットによってクロック信号なしで伝送されるため不正確である。キャン仕様ではドミナントビットとリセッシブビットという用語が使用されている。これはドミナントが 論理例リセッシブが論理1であるためである。アイドル状態はリセッシブレベルで表される。一つのノードがドミナントビットを送信し、別のノードがリセッシブビットを送信した場合、衝突が起こり、ドミナントビットの方が勝つ。これは、より高い優先順位のメッセージに遅延がないことを意味し、より低い優先順位のメッセージを送信するノードは、 ドミナントメッセージの終了後のビットクロック後に自動的に再送信しようと試みる。これにより CAN はリアルタイムの優先順位付けされた通信システムとして非常に適している。論理0と論理1の正確な電圧は使用する物理層に依存するが CAN の基本原理では各ノードが送信ノード自体を含む CAN ネットワーク上のすべてのデータを受信する必要がある。 論理一がすべての送信濃度によって同時に送信される場合、論理一は送信濃度よび受信濃度の両方を含むすべての濃度によって観測される。論理例がすべての送信濃度によって同時に送信される場合、すべての濃度で論理例が観測される。論理例が一つ以上の濃度によって送信され、論理一が一つ以上の濃度によって送信されている場合、 論理1を送信するノードを含むすべてのノードで論理例が観測される。論理1を送信したノードは論理例を観測することで競合が存在し自身の送信を終了すべきであることを認識する。このプロセスを使用することによって別のノードが論理例を送信するときに論理1を送信するノードは中断するか、またはアービトレーションを失う。 アービトレーションを失ったノードは後で送信するためにそのメッセージを最急に入れキャンフレームビットストリームは一つのノードのみが送信されるまでエラーなしで継続する。これは最初に位置を送信したノードがアービトレーションを失うことを意味する。キャンフレームの開始時に11ビットの識別子が送信されるため識別子の最も小さいノードが フレームの先頭に例を送信し、それがアービトレーション、または最優先形を有することになる。例えば、ノード識別子が11ビットの CAN ネットワークに、ノード識別子が15、16の2つのノードが接続されているとする。これらの2つのノードが同時に送信した場合、それぞれは最初に開始ビットを送信し、次にアービトレーションの決定が行わないまま、 濃度識別子の最初の6つの0を送信する。第7ビットでは、識別子が16の濃度は1を送信し、識別子が15の濃度は0を送信する。これが起こると、識別子が16の濃度は1を送信したのに0が観測されたことから衝突があり、自身がアービトレーションを失ったことを認識する。識別子が十六の濃度は送信を停止し、識別子が十五の濃度は データの損失なしに送信を継続できる。最も小さい識別子を持つ濃度は常にアービトレーションに勝つため最も高い優先度を持つ。ネットワーク長が40メートル未満の場合、最大1メガビット S のビットレートが可能である。ビットレートを下げればネットワーク距離を長くすることができる。改良された CAN AFD 規格では アービトレーション後のビットレートを増加させることができ、アービトレーションビットレートの最大8倍の倍率でデータセクションの速度を上げることができる。メッセージ ID は一つのキャンバス上で1位でなければならない。そうしないと2つのノードがアービトレーションフィールドの終わりを超えて送信を続けエラーを引き起こす。1990年代初めにはメッセージ ID の選択は データのタイプと送信ノードの識別に基づいて単純に行われていた。しかし、ID がメッセージ優先度としても使用されるため、リアルタイムのパフォーマンスが低下する。これらのシナリオでは、すべてのメッセージが期限を過ぎないようにするために、キャンバス使用率を通常30%と低くする必要があった。しかし、メッセージのデッドラインに基づいて、ID が決定され、 数値 ID が低くメッセージの優先度が高い場合には通常メッセージのデッドラインを逃してしまう前に70から80%のバス使用率を達成することができる。CAN ネットワーク上のすべてのノードは同じ交渉ビットレートで動作する必要があるがノイズ、位相シフト、オシレータ交差、オシレータドリフトなどにより実際のビットレートが交渉ビットレートと同じでない可能性がある。 別のクロック信号が使用されないので、濃度を同期させる手段が必要である。アービトレーション中の濃度は、自身の送信データと他の濃度の送信データの両方を同時に観測することができなければならないため、アービトレーション中には、同期が重要である。同期は、濃度間の発信機タイミングの変動によって、エラーが発生しないようにするためにも重要である。同期は、 バスアイドル期間の後、最初のリセッシブからドミナントへの遷移時のハード動機から開始される。再動機はフレーム中のすべてのリセッシブからドミナントへの遷移時に行われる。キャンコントローラは交渉ビット時間の倍数で遷移が発生することを期待している。コントローラが期待する正確な時間に遷移が発生しない場合、コントローラはそれに応じて交渉ビット時間を 調整する。調整は各ビットをクアンタと呼ばれる複数のタイムスライスに分割し、ビット内の4つのセグメントのそれぞれにいくつかのクアンタを割り当てることによって達成される。1ビットあたり10のクアンタを有するキャンビットタイミングの0ビットによって分けられるクアンタの数はコントローラによって変えることができ、各セグメントに割り当てられるクアンタの数はビットレートよび ネットワーク状態に応じて変えることができる。コントローラーが期待するよりも前後に繊維が起こった場合、コントローラーが時間差を計算し、この時間までに移送セグメント1を長くするか、移送セグメント2を短くする。これにより、受信機と送信機のタイミングを効果的に調整して同期させることができる。この再同期プロセスは、送信機と受信機が同期していることを確実に、 するために、すべてのリセッシブから、ドミナントへの繊維において連続的に行われる。継続的な再同期化は、ノイズによって引き起こされるエラーを低減し、アービトレーションを失ったノードに同期された受信ノードが、アービトレーションを獲得したノードと再同期することを可能にする。キャンプロトコルは、多くのネットワークプロトコルと同様に、以下の中小化レイヤーに分解できる。 キャン規格のほとんどはトランスファー層に適用される。トランスファー層は物理層からメッセージを受信し、それらのメッセージをオブジェクト層に送信する。トランスファー層はビットタイミングと同期、メッセージフレーミング、アービトレーション、工程応答、エラー検出とシグナリング、障害隔離を担当する。終端抵抗付きキャンバスの電気、サンプルトポロジキャンバスはもとも。と 物理層の抽象的な要件のみを持つリンク層プロトコルを指定していた。例えば、ドミナント状態とリセッシブ状態を使用してビットレベルでマルチアクセスの媒体を使用すると宣言した。物理層の電気的側面は現在広く受け入れられている ISO11898 からに2003に規定されている。しかし、物理層の機械的な側面はまだ形式的に 特定されていない。結果として自動車用液は通常様々な種類のケーブルを備えたカスタムコネクタを備えており、そのうち2つはキャンバスラインである。それにもかかわらず、機械的実装のためのいくつかの事実上の標準が出現しており、最も一般的なものは以下のピン配置を有する旧ピン D サブタイプのオスコネクタである。 キューピン D サブオスコネクタこの事実上の機械的規格はオスとメスの両方のキューピン D サブコネクタをノード内で並列に相互に電気的に配線したノードで実施することができる。バス電源はノードのオスコネクタに供給され、バスはノードのメスコネクタから電力を引き出す。これは電源がメスコネクタで集団されるという電気、工学的取り決めに従っている。 この規格の採用により、二つのバスワイヤーセットを、各ー度の一つの D コネクタに接続するカスタムスプリッターを製作する必要がなくなる。ノード外の胴体を接合する非標準ワイヤーハーネスは、バスの信頼性を低下させ、ケーブルの互換性をなくし、配線ハーネスの互換性を低下させ、コストを増加させる。完全な物理層仕様がないため、キャンバス仕様は、 物理的な実装の制約と複雑さから解放された。しかし、キャンバスの実装は機械的な非互換性のために相互運用性の問題にさらされていた。相互運用性を向上させるために自動車メーカーの多くは、電装路上の規制容量の要件と組み合わせて許容されるキャンパランシーバのセットを記述する仕様を作成している。許容される 規制容量には ESD 保護だけでなくコンデンサも含まれる。規制容量に加えて 12V と 24V のシステムは電送炉の最大電圧に関して同じ要件を持っていない。事実、ジャンプスタートイベントの間小型乗用車の電送炉は 24V まで上昇しトラックでは 36V まで上昇する可能性がある。新しい解決法が 市場に出ており、CAN と CANFD に同じ部品を使用できるようになった。ISO11898 から22003のタイノイズ性は、バスの両端の低地抵抗で、バスの作動インピーダンスを低レベルに維持することによって達成される。しかし、休止状態になると、CAN などの低インピーダンスバスは、他の電圧ベースの信号バスより、 多くの電流及び電力を消費する。キャンバスシステムでは、一方の信号ラインの電流が、他方の信号の反対方向の電流によって、正確に並行される平行接続により、受信機に対して独立した安定した0トの参照を提供する。ベストプラクティスでは、自動車内部のノイズの多い RF 環境で、RF 放射を最小限に抑え、干渉感受性を低減するために、 キャンバスの平行接続信号をシールドケーブルのツイストペアケーブルで伝送することが決定されている。ISO11898 からには、濃度間の高い電圧結合を維持するために、バスに沿って0トレールを走らせることにより、送信機と受信機の間のコモンモード電圧に対する耐性を提供する。また、上述の事実上の機械的構成では、各 トランシーバノードに電力を分配するための電源レールが設けられている。この設計はすべてのトランシーバに共通の電源を提供する。バスによって因果される実際の電圧及びそれに適用されるノードはアプリケーション固有であり正式には指定されていない。一般的な実際のノード設計は各ノードにノードホストから工学的に絶縁されたトランシーバを提供し、 バスによって提供されるユニバーサル電源レールからのトランシーバに対して後、V の線形に調整された電源電圧を導出する。これにより、通常、多くのノードタイプ間の総合運用を可能にするのに、十分な電源レールの動作マージンが可能になる。このようなネットワーク上の電源電圧の標準値は7から 30V である。しかし、正式な規格がないということは、 システム設計者が電源レールの互換性の攻めを負うことを意味する。ISO11898 から2にはバスの両端に抵抗終端を備えたマルチドロップシングルエンド平行接続構成で形成された電気的実装が記載されている。この構成ではドミナント状態にするには一つ以上の送信機が c a n に0ボルトを供給するように切り替え、同時に キャン2プラス 5V のバス電圧を供給するように切り替えることでバスを終端する抵抗を通る電流経路を形成する。このように終端抵抗は高周波での波反射を制限するためだけでなく信号システムの必須構成要素を形成する。リセッシブ状態の間信号線と抵抗器は両方のレールに対して高インピーダンス状態のままである。 キャンとキャンマイナスの両方の電圧はレール間の中間電圧に向かう傾向がある。リセッシブ状態はバス上の送信機のどれもドミナント状態をアサートしていない時にのみバス上に存在する。ドミナント状態の間信号線及び抵抗器はレールに対して低インピーダンス状態に背にし電流が抵抗器を通って流れる。キャンの電圧はプラス 5V になり キャンマイナスは0ボルトになる。信号状態にかかわらず、信号線はバスの終端にある、終端抵抗により、常に互いに低インピーダンス状態にある。この信号方式は、作動ラインドライバレシーバを使用する RS-422、3、RS-485 などの他の平行線伝送技術とは大きく異なり、概念的な例 V と交差する。 作動モード電圧に基づく信号方式を使用する。このようなシステム上の多重アクセスは通常3つの状態をサポートするメディアに依存し時間領域で処理される。キャンバス上の複数のアクセスは概念的には優先ネットワークに類似した2つの状態のみをサポートするシステムの電気的論理によって達成される。キャンネットワークは 標準フレームフォーマットと拡張フレームフォーマットの2つの異なるメッセージフォーマットで動作するように設定できる。2つの形式の唯一の違いは、CAN 標準フレームが識別子の長さが11ビットであるのに対し、CAN 拡張フレームが識別子の長さが29ビットであり、11ビットの識別子と18ビットの拡張を含むことである。CAN 標準フレームフォーマットと キャン拡張フレームフォーマットとの区別は IDE ビットを使用することによって行われる。これは11ビットフレームの場合はドミナント29ビットフレームの場合はリセッシブとして送信される。拡張フレームフォーマットのメッセージに対応するキャンコントローラーはキャン標準フレームフォーマットでもメッセージを送受信できる。すべてのフレームはフレーム送信の開始を示す。 フレーム開始ビットで始まる。CAN には4つのフレームタイプがある。データフレームは実際のデータを伝送するために使われる唯一のフレームである。これには2つの形式がある。標準フレームフォーマット、識別子が11ビット拡張フレームフォーマット、識別子が29ビット CAN 標準では、標準フレームフォーマットは必ず受け入れなければならず、拡張フレームフォーマットは、 受け入れなくても良いが、それに耐えなければならない。標準フレームフォーマット標準フレームフォーマットの電気的レベル標準フレームフォーマットは以下の通りである。CAN LO 信号のビット値が記述されている。拡張フレームフォーマット拡張フレームフォーマットは以下の通りである。二つの識別子フィールドは結合して29ビットの識別子を形成する。CAN FD 標準フレームフォーマット CAN 標準フレームとの違いは R0 ビットが FDF ビットに変更され、その直後にレス、BRS, エュビットが追加されている。また、コービットレート化やデータ長変更に伴う信頼性確保のため CRC フィールドの直前にスタッフカウントが追加され CRC の長さが変更されている。CAN FD 標準フレームフォーマットは 以下の通りである。CAN FD 拡張フレームフォーマット CAN 拡張フレームとの違いは R1、R0 ビットが FDF ビットに変更され、その直後に RES、BRS、S ビットが追加されている。また、コービットレート化やデータ長変更に伴う信頼性確保のため CRC フィールドの直前にスタッフカウントが追加され CRC の長さが変更されている。 キャニ FD 拡張フレームフォーマットは以下の通りである。同じ識別子を持つデータフレームとリモートフレームが同時に送信された場合、識別子に続く RTR ビットがドミナントであるデータフレームの方がアービトレーションを獲得する。エラーフレームは2つのフィールドから構成されている。エラーフラグには2種類ある。オーバーロードフレームには2つのビットフィールドを オーバーロードフラグとオーバーロードデリミタが含まれる。オーバーロードフラグには次の2種類がある。受信機の内部状態。次のデータフレーム、またはリモートフレームの遅延を要求する。中断中のドミナントビットの検出。ケース1によるオーバーロードフレームの開始は予期される。休止の最初のビット時間でのみ開始することが可能であるが、ケース2によるオーバーロードフレームは ドミナントビットを検出した後に1ビットを開始する。オーバーロードフラグは6ビットのドミナントビットで構成される。全体的なフォームはアクティブエラーフラグの形式に対応する。オーバーロードフラグの形式は固定形式の断続フィールドを発揮する。結果として他のすべてのノードも過負荷状態を検出し、即座にオーバーロードフラグの送信を開始する。 オーバーロードデリミタは8ビットのリセッシブビットから構成される。オーバーロードデリミタはエラーデリミタと同じ形式である。工程応答スロットは有効なキャンフレームの受信を確認するために使用される。エラーを検出することなくフレームを受信した格納度はアックスロット内でドミナントビットを送信する。従って送信機のリセッシブレベルを無効にする。送信機が アックスロット内のリセッシブレベルを検出すると受信機が有効なフレームを発見しなかったことがわかる。受信ノードは有効なフレームを受信しなかったことを示すためにリセッシブを送信することができるが有効なフレームを受信した別のノードはこれをドミナントに置き換えることができる。送信ノードはメッセージがキャンネットワーク上のすべてのノードによって受信されたかどうかを知ることができない。 データフレームとリモートフレームはフレーム間スペースと呼ばれるビットフィールドによって先行するフレームから分離されるフレーム間スペースは少なくとも3つの連続するレセッシブビットからなるその後ドミナントビットが検出されるとそれは次のフレームのフレーム開始ビットとみなされるオーバーロードフレームとエラーフレームの前はにフレーム間スペースがなく複数のオーバーロードフレームは フレーム間スペースで区切られていない。フレーム間スペースは、ビットフィールドの休止及びバスアイドルを含み、前のメッセージの送信機であった、エラーパッシブステーションのための送信を一時停止する。スタッフビットの追加の前と後のキャンフレーム同期を維持するのに、十分な繊維を保証するために、同じ曲線のビットが5つ連続したら、逆の曲線のビットが挿入される。 この方法はビットスタッフィングと呼ばれ、CAN で使用されるノンリターン2-0符号で同期を取るために必要である。データフレームに挿入されたスタッフビットは受信機によって取り除かれる。フレーム内のすべてのフィールドはビットスタッフィングの対象となる。ただし、CRC デリミタ、アックフィールド、フレーム終了は固定長であり、ビットスタッフィングの対象外である。 ビットスタッフィングが使用されるフィールドでは、同じタイプの6つの連続ビットはエラーとみなされる。アクティブエラーフラグは、エラーを検出したノードによって送信され、6つの連続するドミナントビットを送信することで、他のノードに強制的にビットスタッフィングエラーを起こさせる。ビットスタッフィングがあるため、上記の表に示すビットの合計よりも、実際のデータフレームが大きくなる可能性がある。 ISO11898 シリーズは自動車内で使用する分散リアルタイム制御や多重化をサポートする CAN と呼ばれるシリアル通信技術の物理層、データリンク層を規定している。いくつかの CAN 物理層及びその他の標準がある。ISO11898 から12015は CAN のデータリンク層と物理的な信号伝達を規定している。 この文書は ISO-IEC 7498から1で確立されている OSI 参照モデルに従って、階層の面で CAN の一般的なアーキテクチャを記述し、デジタル情報の交換を設定するための特性モジュールは論理リンク制御服装及び媒体アクセス、制御服装の詳細な仕様を有する CAN DLL を実装する。 ISO11898 からに2003は高速の媒体アクセスユニットといくつかの媒体依存インターフェース機能を規定している。すなわち c a n の物理層を構成する。ISO11898 からには2000式の平行信号方式を使用している。これは自動車のパワートレインアプリケーション及び産業用制御ネットワークで最も使用される。 物理層である。i s o 一一万千八百九十八から三二千六は四十九ベット S 以上百二十五クベット S 以下の伝送速度で CAN を装備した自動車の電子制御ユニット間のデジタル情報の交換を設定するための低速でフォールトトレラントな Wi-Fi 依存インターフェースを規定している。i s o 一一万千八百九十八から四二千四は CAN における時間トリガー通信を規定している。CAN を装備した自動車の電子制御ユニット間での時間情報に基づくデジタル情報交換の設定に適用可能であり、ISO に準拠した論理リ,リンク及び媒体アクセス制御の両方の動作を調整するフレーム同期エンティティを指定する時間トリガー通信スケジュールを提供する。i s o からは 自動車内で使用するための伝送速度が 1MbitS までのキャンブツ理想を規定している。これは ISO8802 から2に準拠したいくつかの媒体依存インターフェース機能だけでなく媒体アクセスユニット機能についても説明している。これはアクティブなバス通信が存在しない間に低消費電力機能を必要とするシステムの新しい 機能を扱う ISO11898 から2の拡張版である ISO11898 から62013は自動車内で使用するための転送速度が1 m b ット s までのキャンブツ理想を規定しているこれは ISO8802 から2に準拠したいくつかの媒体依存インターフェース機能だけでなく媒体アクセスユニット機能についても説明している これは ISO11898 から2と ISO11898 から5の拡張であり構成可能なキャンフレームを使用した選択的ウェイクアップメカニズムを指定している ISO16845 から12004は ISO11898 から1で規定されているキャン仕様のキャン実装の適合性をチェックするのに 必要な方法論と抽象的なテストスイートを提供する。ISO16845 からに2014は実装された選択的ウェイクアップ機能を備えた CAN、トランシーバが指定された機能に適合しているかどうかを検証するテスト計画を実現するためのテストケースとテスト要件を設定する。ISO16845 からに2014 定義されているテストの種類は適合テストと呼ばれる。CAN 標準にはフロー制御、デバイスアドレッシング、一つのメッセージよりも大きなデータブロックの転送、アプリケーションデータのようなアプリケーション層プロトコルのタスクは含まれていないため上位層プロトコルの多くの実装が作成された。そのうちのいくつかはビジネスエリアで標準化されているが、各メーカーがそれを拡張している。 乗用車の場合、各メーカーに独自の標準がある。これらの実装には以下のものがある。CAN は低レベルのプロトコルであり、本質的にセキュリティ機能をサポートしていない。標準の CAN 実装には暗号化もなく、これらのネットワークは中間者攻撃に対してオープンである。ほとんどの実装では、アプリケーションは独自のセキュリティメカニズムを導入することが期待されている。 例えば、入ってくるコマンドやネットワーク上の特定のデバイスの存在を認証するなど、十分なセキュリティ対策を講じないと、相手がバスにメッセージを送信した場合、様々な種類の攻撃が発生する可能性がある。ファームウェアの変更、キーのプログラミング、アンチロックブレーキアクチュエータの制御など、いくつかの安全上重要な機能のためのパスワードが存在するが、 これらのシステムは普遍的に実装されておらず、限られた数のシード、キーペアを持っている。キャンバスの開発やトラブルシューティングを行う際には、ハードウェア信号の検査が非常に重要である。ロジックアナライザやプロトコルアナライザは、信号を収集、分析、デコード、保存するツールで、高速波形を見ることができる。また、キャンバスモニターなどの特殊ツールもある。 キャンバスモニターはキャンバスを使用するハードウェアの開発中に使用される分析ツールで多くはハードウェアとソフトウェアの組み合わせである通常キャンバスモニターはキャンバス上のトラフィックを傍受しユーザーインターフェースに表示する多くの場合キャンバスモニターはキャンフレームをバスに送信することによってキャンバスの動作をシミュレートすることもできるそのためキャンバスモニターは キャンバスに接続された特定のデバイスからの反応を検証するために特定のデバイスから予想されるキャントラフィックを検証したりキャントラフィックをシミュレートするために使用できる。ボッシュ社はこの技術に関する特許を保有している。キャンカンマイクロプロセッサの製造元はボッシュ社にライセンス料を支払っており通常それはチップの価格として顧客に転嫁される。 カスタム ASIC やキャンモカンモジュールを搭載した、FP が押使用している製品の製造業者は、キャンプロトコルライセンス料を支払う必要がある。ありがとうございます。